はい、どうも、シャバーグチャンネル、ピーチューバー、今井貴です。はい、ピーチューバー、三岡店長です。よろしくお願いします。さあ、今日の企画は店長。今年ね、1年間ね、動画結構上げさせてもらったんですけどね、その動画の中の各ね、個人的に選ぶベスト3動画っていうのをね、発表したいと。発表したんです。はい。じゃあ今日はこの企画でよろしくお願いします。お願いします。人気動画とはちょっとね、違う部分があるかと、僕ら個人の、うん、そうそうそう、これが良かったっていうのを独断と偏見だけど、偏見でね、3つずつ上げさせてもらえば、はい、いきたいと思います。じゃあ第3位。神奈山のフルーツパーラーさんにこだわった あの試食動画が、店長的には第3位。さあ、そろそろ、あ、来ました。お待たせいたしました。ありがとうございます。200パフェでございます。うわ、すごく乗ってますよ。そうなんです。うわ、すごいな。生のものをたっぷり入れております。これが扉パフェです。食レポ結構苦手じゃないですか、その中で、まあ、今年はちょっと頑張ったかなと思って、自己満足的な。俺はね、はい、それね、4位じゃストーリーっていうか、ね、作り込まれたっていうか、脚本いうかな、動画だと思いますので、あれ、ストーリー的には面白かったなぁ、はい、今回は、食レポになるのかどうかあれなんですけど、これ、まあ、ヒヒーンの下りが。トウビハコ先にね。そうそうそう、トウビハコいただこうぜ。いただきます。どう？どう？ヒッヒッヒッヒー。なんすか？うまってことです。僕的にはまあちょっとね、おしゃれな店内でやっていいのかなっていうのも含めて、まあ店長的には頑張ったポイントでもありますので、第3位に上げさせていただいた、はい、個人的な思い入れのベスト3ですからね。なぜかね、トビハコチャンネルの食べ物系伸びないんですよね、なぜか。なんですけども、店長的にはすごく完成度の高い動画だったと思っておりますので、こういうのまたね、いろんなお店さんあと行かさせていただいて、トビハコの魅力を伝えれたらなと、第3位にさせていただいております。はい、じゃあ続きまして、兄貴の俺のね、第3位は巨人さんと一緒にやった清水白桃の試食のやつ。あれは僕抜きだったんだけど、あのね、流れっていうか、あれがすごい良かったなぁ思って。いただきます。あれ、じゃあ、 あれも試食動画っていうわけじゃないんだけど、流れがすごい良かったなぁ思って、清水の魅力も伝えれたと思うし、あれが良かったな。だから俺の中ではあれが3位。3位なんですね。うん。じゃあ次も2位いきましょうか。では続きまして第2位。そうじゃいって、陽太郎くんに、あの、先生してもろたじゃん。花粉があるないとか。この4品種とかは花粉があります。花粉があるということは自分の花粉で実になれる品種で、こういう品種はいいんですが、じゃあ花粉がない品種、これも、いくつかあります。じゃあ花粉がない代表品種、兄貴何でしょうか？王林。リンゴですね。リンゴですね。まあ受粉しか花粉がいっぱいあるリンゴですね。あれが僕らのやりたいことが全部凝縮されとるっていうか、きちっとしたプロの人っていうか、すごい人に説明をしてもらって、で僕らがボケつつもこうやり取りして、確かに、で僕はあの時にやった敵来のやったじゃん、陽太郎君と長倉君と勝負しよう、勝負しようですね、あれの一番最後の
でボーナストラックみたいなんで入れた、あれ俺編集したんだけど、オフショットたまたまが撮っとったやつを最後に入れたんだけど、はい、あれがだから出来どうこうじゃなくて、あれを偶然あの映像が残っとったのをであれ入れて差し込んで最後にみたいなんで、だからあれはね思い入れが強いいうか、ああいうのもいいよね、こう、いいんでダラッとして、どうよ最近みたいな、いいですねそういうのね、うん、まあ、本当多産地の方にね、たくさんと協力をね、うん、していただいてるので、うん、本当ありがたいですね、うん、てか僕の中ではあれが今年の2位かな、はい、はい、じゃあ店長の2位は、店長の第2位はですね、東美博の、うんうん、試食後の中院さんとの畑でやったやつが店長的第2位ですね。じゃあいただきます、はい、いただきま す, ます。じゃあ皆さんどうぞ、はい、どうぞ、もうじゃあいただきます。美味しいのどれだったか、もうこの3つ全部美味しいやつ、はい、いただきます。あ、そうです、いただきます。このソシュレモンって取れるかしら、このちょっと固めの、うん、ちょっといただきます。皆さんの咀嚼音を拾ってあげて、シャリシャリ、本当、うん、リンゴみたいな食感ですね、本当に。リンゴみたいな食感で桃のに味がするっていう、うんうん、うん、店長が、うん、編集の方させてもらって、うん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 、結構ねカメラを、まあ、2台体制で使って、うん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 、あるいは、まあ、こう流しながら、うん、こっち向いた時にこうカメラを変えるっていうのをね、うんうんうん、初めて使った、編集が大変だった、編集が大変だったっていうところでちょっと思い入れが強い、これがの店長的第2位、はい、いきますかね、はい、2021年度の第1位、桃の成長ということで、うん、店長が毎週追っかけた。はい、今回からですね、ちょっとあの桃の成長をですね1週間おきにね追っていきたいと思いますので、もうねそれだけをね、配信していきますので、よかったら見てやってください。あれ最初の企画を聞いた時は地獄じゃった、はい、地獄、本当に忙しい時期なので、忙しいこの夏場にね、うん、やってちょっとできたっていうところも含めて、うん、頑張ったね、まあ、まだまだもちろん、うん、もっとね頑張らないといけないんですけど、鬼編集長から週に1回絶対流してねって言われて、同じアングルで撮ってねって言われたと、ね、そうですね、去年始めて半年ぐらい経ってからのね、うんうん、企画だったので、ものすごくプレッシャーもありましたし、はい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 、まあ、大変な一番ピークの時期の編集なり作業だったので、はい、一番苦労したということで、うん、第1位の私の第1位を言う、はい、兄貴的第1位は、てっちゃん、おー、川田園芸の、はい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 、てっちゃんの苗木の売り上げベスト5、それでね、じゃあ今回の企画なんですけども、川田さんをお迎えして岡山県の、売れ筋苗木ベスト5をね、これから伺っていきたいと思います。それはみんな聞きてんじゃねえかな、俺も聞きてえな、はい、めっちゃ聞きたいです。これガチです、あの僕ら何も聞いてません、はい、うん、聞いてないです。それ発表してくれるんよな、いいんよな、はい、うん、はい、よしよし、楽しみ、早速行きましょう。あれって普通の人は絶対聞けない話だし、聞けないですよね、僕らもこそっと聞くぐらいでしか聞けない話をああやって堂々と言ってもらえたっていうのと、うん、面白い品種も出てきたり、そうですね、うん、新しい品種もね、うん、結構そこで分かったりしましたもんね、うん、これでもまた来年もね、またこの2022年のやりたいですね、うんうんうん、普通僕らの世間話的なぐらいでしか入ってこない情報っていうのを、うん、あえてこう大げさにまとめてお伝えするっていうのも面白いんじゃないかなと、ね、逆にこの作ったけど売れないから買ってよベスト5みたいなとかってもし気になる人だったらそれ買いますみたいな、あ、はいはいはい、そういうのもなんか逆に知りたい、うん、王道ではない、本当に、ね、名前も知らないような品種が出てきたらなんか、うん、あ、じゃあ1本売れてみようかみたいななったら面白いなって逆に思いましたね、うんうん、僕の第1位は、うん、その内容動画じゃなくて企画のあれが面白かったなっていうので、ね、第1位はナイキ売上ベスト5を、またこれきっかけでね、ちょっと皆さんも見直してもらったら、結構
面白かったと思います、個人的にはね。いやね、ほんとベスト3に、ね、入れなかったね動画もたくさんね、うん、いいのがね、うん、あるんですよ。もう、うん、選ぶのは難しかったですけど、うんうん、あの年末年始ちょっと家で暇だなっていう人はね、うん、ちょっと1から順番にもう一回見てみようみたいなんで見直してもらったら結構面白いの入ってますよ、クスッと笑えるようになって、ね、そう、はい、心温まるような映画があるかと思いますので、ぜひともね見ていただけたらと思います。さあ、そういうわけで今年1年終わりなんだけど、はい、2022年に向けて僕らもね頑張らんといけんので、本当に一昨年かの暮れから始めて、そうですね、うん、まだ僕らも YouTube 歴1年ぐらいだもんね、ですからなんとか、まあおかげさんでここまでやってこれたし、また来年も頑張ろうっていう励みもできたしですね、うん、頑張りたいと思いますんで、ぜひともね、チャンネル登録と、はい、いいねボタンをどんどん押していただいて、よろしくお願いしたいと思います。はい、それではね、今回の動画をこれでね、1年のね、締めくくりとしたいと思います。はい、皆さん、良いお年をね、はい、お迎えください。また来年もいい動画をどんどん配信できるように頑張っていきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。今年1年どうもありがとうございました。ありがとうございました。